憧れガールズコレクション。はい、ということで今回はケーキ屋さん物語、美味しいスイーツを作ろうの体験版をやっていきたいと思います。はい、スタート。はい、じゃあアイナアイナでいきます。いつも通り。オッケー。はい、あなたは今日から町のケーキ屋さんでお仕事することになりました。一人前のパティシエを目指して頑張ってくださいね。準備はいいですか？オッケー。パティシエって何は、さすがに。今から働こうというのに。それでは出勤をタッチしてケーキ屋さんに行きましょう。はい、出勤。結構おしゃれして出勤するんやね。ここは今日からあなたが働くケーキ屋さんです。そろそろ新人さんがお店にやってくる時間ね。かわいい。かわいいよ。誰かがあなたを待っているみたいです。誰、店長さんかな。探して話しかけてみましょう。広っ。広っ。移動するときにはタッチペンで行きたい方向をタッチするとその方向に移動できます。話しかけることのできる人からは吹き出しが出ています。吹き出しを見つけたらタッチして話しかけてみましょう。どうも。いらっしゃいませ。本日のおすすめは。あー、違うんです。今日から働くことになった。あなたもしかしてお客様じゃなくて。見て分かった。今日から働いてくれる、あれかな、履歴書の履歴書の写真とかかな。そうです。私はこのお店のホールスタッフ。ホールスタッフさんか。なるほど。目がパッチリで可愛い。よろしくお願いします。まずはお店の制服に着替えちゃいましょう。なんか今の格好さ、結構なんかあのぽっちゃりして見えるよね。確実にこのエリカさんの方が細いやん。首がない感じに見えるし。お、連れてってくれる。休憩室かな、着替えは。あの一番奥は何部屋。何室。自動ドア。もうすげえ。ここは休憩室。お昼休みはここで休憩するの。すべての部屋がなんか広いよね。休憩室こんな広いとこある？大抵なんか働きよる人の休憩室とかってめっちゃなんかぎゅうぎゅうに押し込まれとる感じじゃない？店部分が広くて。このロッカーに制服があるから自由に使っていいわよ。了解です。制服もなんか変わったりするのかな。すごく似合っているわ。とってもいい感じよ。なんかあれやん、エリカさんスカーフやのにこっちなんか帽帯みたいな感じやしさ、向こうなんか何、付近頭巾なんてやん、あれやのにさ、こっちなんか帽子やしさ、可愛さが違う。ちょっと不満なんですけど、階級が上の人じゃないとダメなの？ほら、あっちの方が可愛いよ。あれか、キッチンで作る側ってことかな。あ、パティシエやけん。そうか、そういうことか。確かにホールスタッフは見た目重視やけど、中の人はそんなわけないか。毎日、なるほどね。ここでたくさんの洋菓子たちが生まれてくるの。パティシエになりたいと思ったこともあった。いやもうね、なんか夢だけはね、一前にいろいろあったんよね。あれ、見慣れない人がいるけど。あ、どうも。新人さんかな。そうです、新人のパティシエさんよ。これからいろいろ教えてあげてね。あ、どうもよろしくお願いします。はじめまして、俺は辻口亮。辻口さんね。俺もパティシエなんだ。一緒に頑張っていこうぜ。見たらわかるけど。そういえば店長はどこにいるのかしら。いないの？何、サボり？店長なら買い出しとかで。あ、買い出し、なるほど。そうだったの。しばらくしたら帰ってくるかな。まあ、とりあえずなんかいろいろ教えてもらえれば。店長が戻る前にうちのお店の基本のお仕事を覚えてみよう。はい、お願いします。あ、一応女の子仕様としてなんかあのタイの模様みたいなのが違うんかな。あ、でも帽子は男の人の方がなんか綺麗。任せてください。自信たっぷりだな。気合は十分。まずはこの
はいはい。ちょっといいかしら。はい、何でしょう。お仕事を始める前にしなきゃいけないことがあるの。あの手洗ったりとかそういうこと。手を洗おう。食べ物を扱う前に手を洗うのは当然やね。いやね、飲食のアルバイトもやったことあるけど、なんか爪の間とこまできっちり洗わされよったもん。綺麗に手を洗いました。これでめっちゃ省略されるクリームを塗ろう。基本操作、くるくる回るケーキにクリームを塗っていこう。初めてのお仕事。お、このお仕事を頼んだぜ。線からはみ出ないようにタッチペンを動かそう。うまく塗れるとケーキの回る速さがどんどん上がっていくよ。なるほど。え、難しそう。いけるかな。はみ出さないように丸をタッチしてクリームを塗ろう。上手に塗り続けると早く回るよ。オッケー。タッチし続けてね。あ怖い、怖いよー。何？はみ出してる？はい。とりあえずこのあれか、丸がはみ出さんようにせんといかんってことやね。やっとこさりかい。ああ、はみ出そう。はみ出してはないよね。はい、来い。あー怖い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 、はみ出そう。どんどん細くなっていくけんね。あー、よっしゃー、はみ出さずに完璧にいけたぜ。はい、次こっちね。店長が来る前にハードなことしてきじゃないですかね。これ一番大事な仕上げの飾りの部分やん、クリームとか。あー、どうや。あー、はみ出そう。ういーオッケー、あ、終了終了まだ続くかと思った。151点、完璧、おめでとう、ありがとう。すごいな、アイナさん完璧だぜ。イエイ。パティシエスタンプ2個ゲット。今回のお仕事にかかった時間結構かかってしまったんじゃないのか、これは。でもいい感じに塗れたんじゃないかと思ったけど。お疲れ様です。お仕事はうまくできましたか。多分。次はケーキのデコレーションを体験してみましょう。ほいほい、デコレーション楽しそう。いらっしゃいませ。デコレーションケーキを作ってほしいのですが。デコレーションケーキですね。大丈夫です、パティシエさんに任せてください。かっこ新人それじゃあよろしくお願いします。お客様からデコレーションのオーダーです。ふんふん、それじゃあアイナちゃん、デコレーションケーキお願いね。そんなふわっとした感じで言われましても。レシピのパーツを全部使って飾り付けよう。もっと飾り付けたいときはアレンジのパーツを使ってね。あ、全部使わんといかんの、マジで。それは自由にってこと。いやー、きついっすね。じゃあとりあえず好きなところに置いてね。はい、レシピ、これいっぺんに出せんの。とりあえず最初適当に置いておいて。あ、これん、何消えた消えた、置かんかったら消えるってこと。これバランスがあれやけん、ちょっと待って、この後でいい感じの位置に動かしていくとしまして、こんなもんかな、位置的に。はい、でこれ何、串型切りイエローピーチ。はい、これ何個、5個。これ本当に全部使うん？あ、回すとかあるやん、ちょっと待って。回すとかあったわ。え、回す。あ、これちょっとおしっぱってこと？
あ、そういうことね。オッケー。これも、ん？これはさっきのでいいかな。こんな感じで。これが、こんな感じで、ふん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 。なんかこれ、なんか2個一気に出たことない。気のせいかな。え？増えた。え？なんか増えたんやけど、どういうこと？どうやって増やしたんやろ。自分で全くわからんのんやけど。ちょ、待って、こっち。これぐらいの感じで、置いてって、ん？はい。これこのぐらいの角度でいいかな。で、これが、こんな感じ。へえ、なんか変。なんか納得いかない。全くもって納得いかないんだけど。こんなもんなの？はい。まだあるんよね、これ。ありすぎじゃない？いる？こんなに。好きなところにとか言われましてもよ。これ、周りとかにもつけれる？つけれるね。これタッチしたら、増えるやん。あ、なるほど。そういう感じね。え、なにこれ。ちょ、待って。そこの部分には置けんってことかな。あ、回収されていった。え、ちょっと待って。無理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 。無理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 。ちょ、待って。はい。もう無理なんですけど。助けてー。でもこれ周りにもデコれるけど、あ、んー、どうなんやろ。ちょ、待って。あ、違う。桃が動く。桃じゃなくってね、こっちを動かしたいんです、私。こんな感じで。でもさ、最後のさ、あれ絶対できんやん。これ、個数おかしいって絶対。あ、回収された。回収されたよ。え、待って、もう一個、はい。これやろ？回します。こんな感じで、はい。置いてく。だってさ、これでさ、まだあと6つあるんやろ。絶対無理やん。何このバランス。おかしいって。とりあえず全部円にしていきよるだけやしね、今。だってメロンとか絶対上にいるやつやん。え、これほん、え、全部いるんよね。だって全部置かんかったら、これ完成ボタン押せんしね。あ、これ周りに貼り付けてく？いいやん。あー、ちょっと回収しないで。え、これさ、ケーキは回せんの？ね、ケーキ回したいんやけど。え、だってさ、これ、表面だけやってもいかんくない？向こう側だってさ、貼り付けんといかんやん？ちょ、待って。ちょ、待って。はい、こんな感じで。置いて、いきます。で、これあと4ついるんやろ？これちゃんとなんか勝手になってくる。絶対おかしいけん。確実におかしいけん。ちょっと待って、これ丸いやつを周りに、これもうこの丸いやつさ、私、普通にあれだよね。ちょっとメロン邪魔。丸いやつ絶対上に置いた方が可愛いと思うんやけどなぁ。ね、これこっち側だけに並べていくの絶対おかしいよね。これ邪魔なんやけど、マジで。なんで、ここの部分には置けんっていうのがマジおかしいやろ。っていう、ちょっとね、不満。はい。だってなんか並び方おかしくなるもん、そこ置けんかったら。こんな感じ。違うんよ、回収しないで。回収は回収で別のボタンをちゃんと用意しといてほしい。とりあえずなんかこんな感じで。取らないで、取らないでください。
え、違うよ違うよ、なに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 、怖いんだけど。はい、これを回していきます。刺さってないこれえ、刺さってないこれ。もうこうやってさっきねブドウがあった部分に置いていくしかないよね。こんな感じで、はい、あと3つ、とりあえずこれで3つ全部出した。これはなんだろう、あ、そっか、こっち向きか。え、こっち向き、ちょ待って埋まった埋まった埋まった、違う、そうじゃないな。え、待って、どうだ、こうか、これで回して、あ、そう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 、そういう感じ、回すやろ、回してここに入れたいんよね。けん、ここに、ちょ待って、キウイマジ邪魔、重なってもいいかな重なってもいいかな。で、これがなるべく重ならんようにしたかったんやけどな。で、次これがこんな感じで、なんやこのケーキは。え、絶対あの丸いやつ、絶対このぶどうさ一番上にあった方がいいって。これやん、生クリームもいるんやろ。生クリームさ、生クリームとかどこにつけるよ。でっかいやつをさ真ん中にポンっておかん。ここここ、はい、あー、バランス、バランス、もういいよこれで完成で。待って、やっぱりちょっとやめる。はっ、これでいいんじゃないかな。アレンジって何がある、何これ、チョコプレート、チョコプレートドンって置く、あれ置けてないよ。これ何、ナンバーキャンドル、あ、なるほどね。これはホワイトチョコペン、いやーもうちょっとやめとこやめとこ、ちょっと、じゃとりあえずこれで完成にします。私どうすか、オッケー、全部オッケーって絶対無理やと思うし、ケーキも回したいしどうなの。おー、素晴らしいケーキですね、ありがとうございます。多分どんなケーキを作っても素晴らしいって言ってくれるめちゃくちゃ素晴らしいお客様なんやと思うここまで遊んでくれてありがとうございました。体験版はここまでとなります。続きは製品版で遊んでね。いやー、最後になんかめっちゃ精神をすり減らした。てか店長出てこんかったやん、あの左のどっちかが店長かな、夫婦かなはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこの中から自由になんか自由なだけ使ってねっていうやつやったら多分もっと綺麗にできたと思うっていう言い訳